災害について先日、えー、台湾を震源とするマグ,ニチュードマグニチュード7を超える地震が発生しましたまた1月1日には能登半島を震源とする大きな地震も発生いたしました、えー、地震大国の日本で佐藤さんは普段から地震対策などどういった心がけをされていますかまた、えー、佐藤さんのお子様たちとは地震が起こった時の対応など普段からどういったことをお話しされていましたか教えていただきますと幸いですよろしくお願いいたしますはい本当にね 今年はなんかね、1月1日にノットの方で地震があって、ついね、きのことで台湾でね、あって、なんか地震の大きさが半分じゃないですよね。なんかちょっと揺れたんじゃなくてね、なんかあもうすごい壊れるっていう、まあ確かになんかこう地震のね、考えてみるとね、何十年か前のね、3、40年とか前、この私,私が子供の時なんかの時には、震度3でね、びっくりしてましたからね。 それでね、なんかねあの、揺れ、揺れ、こんなあちこち地震があったっていうのは、あんまり聞かあま日本でね、聞かなかったので、それに比べたら、ここ10年ぐらいの地震の頻度っていうのは、すごいですよね。まあ、特にね、あの1995年ですかね、えー、っとあのはあの阪神・淡路大震災の時にね、95年ですよね、1、3、5でね、そんなあのな時にね、あのこの時子供はね、うち2人しかいなかったんですよ。 私もね、あれは1月17日にねああの、地震だったんですけど、2月の終わりにね、あの出産予定でね、結構なんか大きな私と子供二2人がね、なんか言って、震度、奈良は震度4だったんですけどね、でもあの時は集中してね、神戸とかの方の被害がすごかったので、あのあれだったんですあの時に、だからね、あのえー、と最近、特にねあの、神戸とかの人たちとか、 お友達とか、ね、あ,のあと編集者の人とかいろいろと会ったりとかすると神戸に住んでるあちらの,あの兵庫県の方たちはねもう地震に会ってるんですよその阪神・淡路大震災に。だ関西に住んでるとね阪神・淡路大震災に実際会ったっていう人の話をよく聞くんですね。でその方々がもう言うにはね、まあ、この日本なのでそのおにぎりとかねそういうのはね3日経ったら来るっていう。 大体そのお菓子とか、まあ、そうそう食べ物はね、とりあえず3日経ったら大体来るから大丈夫。いつまでたっても来ないのは水だって言ってました。で、水がね、給水車とか来るように、ね、あんなっても、あのペなんかなポリタンクみたいな、持って寒い、冬だったら寒い時夏だったら暑い時にね、並んでね、もうしかも水に入れたらめちゃめちゃ重たいじゃないですか。あれ持って並んで飲み水とかを確保するのはもう本当に大変で、あの行列があって。 もうめちゃめちゃ大変なので、ということで、あの阪神・淡路大震災をあの経験された私と知人は全員口を揃えてね、佐藤さん、とにかく水は用意しといてって言うんですよ。なるほど。ということで、私はね、水はね、あのーまあ、1ヶ月ぐらいは、まあ、今,今あの、私とお主人で2人なんで、2人がね、えっと、閉じこもれるぐらいは水はね、あの一応、ペットボトルはね、積み上げてるんですけどね、隅っこの方に。 だから水は大丈夫かなっていう、それと、まあ、あのまあ、子供さんとかはね、やっぱりなかなか食べ物とかミルクとか大変ですし、電気とか来ないと、まあ、そこら辺はね、考えないといけないんですけど、まあ、私たち大人はね、まあ、あとは食べ物としては、飴ですかね、あめ、キャンディーあるでしょ、あめをね、なめなめ、お水を飲みながら、大体いい1週間ぐらい生きていけるわみたいな感じらしいんですよ。だから、ね飴は、あのは用意しといてっていう。 こととアメだったらね冷蔵庫入れなくてもあの溶けないじゃないですか冷凍食品とかね溶けちゃうんでということでねアメとねそれとまあ缶詰で私はあのー、えっ、ー、とサバとかねあのいわしとかそういうに味噌煮とかのねそういうの缶詰も用意してます今んとこでそでもね支い <laughs> してないんですけどねあのー どなんかちょっともうちょっとあましないといけないなと思ってあと私はあと揃えようと思ってるのカセットコンロとあのガスのコンロのねカセットのあれとじゃないと火が来ないのであのカップヌードルとかも作れないしねそれとあとねまあ、ろうそくとか危ないんですよだからねあのー、電池をいっぱい買っといてそれとなんかヘッドライトあるでしょ あの山登りする夜に山あれのヘッドライトはね、結構あった方がいいらしいんですねだからあれとあれで1,000円ぐらいで売ってるらしいんですよあれとあと笛笛ってなんか閉じ家に閉じ込められたり上からなんか物が落ちてきた時には笛を吹いたら生きてるっていう印なので多いとかで声は全然届かなくて笛がいいっていう。ということでね、まあ、そこら辺は早くそ揃えとこうとかってこの能登の地震でまたも思ったりしたんですけどね、まあ、それぐらいはいるかなっていうこと。 でししてましたでも、水だけは大事なんでっていうことなんでね。それでねあの、やっぱりなんか地震波多いですね。でしかも、どこどこに多いじゃなくて、日本全体的に多いのと、まあ、台湾も日本に近いですからね、沖縄に近いですから、まあ、なんかここら辺、揺れちょっとだ、じろろずれてんのかなみたいな怖いですよね。まあ、でも、家で会うとも限らないし、もうどこで会うとも限らないので、まあう、奈良は海がないんでね、津波がないんですけど、 あのまあ、海の、ね、近くにで私も仕事に行ったりとかした時には、まあ、た高いとろに逃げるっていうか基本的にはやっぱり油断しないっていうことですかねって言う,、まあ、言うだけで油断してねなかなかうまいことできないんですけどまああのまああの何てうか余分に注意して余分に用心して早めに逃げるっていうことがまあ大事かなっていう命だけあれば大事かなっていうことですかね。 だからね私もよく新幹線でね、結構東京とかうろうろしてるんですけど、まあ、新幹線が、ね、止まるじゃないですか、止まったら10時間とかね、東日本大震災のときにはあの、新幹線が10時間ぐらい止まったらしいんですよ。であのだいぶ知り合いが閉じ込められてね。で、そのときに、ね、やっぱりね、水とやぱりちょっと食べ物があった方がいいっていうことで、だからね、今はもう、だってね、エレベーターの中に閉じ込められることもあるらしいんですよね。そのややっっぱぱりり水とねやっぱりね雨 が大事だって。また聞いたので、最近はお水と姉は必ずカバンに入れて持って歩いてます。どこでまあ何があってもいいようにって言うぐらいですか、ね、それ以上持つと重たいんでね。もうあれなんですけど、ういうことですかね？で、そういうのは子供たちに散々話してで、子供たちはまあ、多くの場合ね。病院に勤めてるから病院にいるんで。まあ病院とか。ああいう方安心。安心ですけどね。でもまあ物、まあ、がねあれ。でもまあ。 どこで会うかわからないけど、あのーまあ、家それぞれの自宅にはバラバラに住んでますからねは水だけは用意しててまだ水々言ってるんですよ水だけは用意しておきなさいって言ってペットボトルを、あのー、なんか10本ぐらいずつぐらいとりあえずね置いてい置いてるんですけどね、まあ、それとですね、まあ、まあ地震があった時にこう連絡取り合うのがまあなかなかねそうはいかないから、まあ、ちょっとそこんとこはどうするか。 わかんないですよねまあまあまあいざとなったらねあの持ちわは固定電話をまだつけてるんですけど固定電話に子どもたちが電話かけてくれたらいいかなっていう、まあちょっとわからない固定電話がつながらないとっていうことでね。ということでねまあお水とね雨ですかね簡単にできるのは。でいつもねお水もね大重たいの500ミリリット持って思ったら重たいので。 もうち,ょっとちっちゃめのねお水をと飴をねいくつか持って歩いてます私は今。で家には水をかなり用意しておくのとまあやっぱりあとそれとあの缶詰用意しておいてます。でまあ今から用意しようと思ってるのは、えー、カセットコンロとそのカセットとえー、とあの懐中電灯のこう持つやつはねなんかねいまいちらしいんですだから頭にないと両手使えないからって言ってあの ヘッドライトみたいなのと、あと電,電池をちょっと用意しとこうかなって思ってる最中なんですよ。はい。以上です。